エビときのこの天津飯風のあんかけご飯。中華風ベースのスープを作って、生姜の搾り汁を結構入れて、生姜風味で、スパゲティだったり焼きそばだったり丼だったり、このプレートランチは毎日変わります。お客さんが飽きないように少しずつでも変えて、いろいろ入れながら。変わらず手作りですね。手作りだけは譲れないと。Ha ha ha ha!